皆さんどうも、キサでございます。いつも通り見せてあげるよ、アウトラインのリザルトをな。アウトラインに気をつけながらファンデーションを顔全体に伸ばしていくのね。がっかりさせないんだよ。ながれ、わかってるでしょ、もう。ダークブラウンはからお大量の水でを締めてからの。スティープルスマジだ。メイク全体的にパーティングしてテクスチャーを与えよう。さっきのステップをウラックペイントで繰り返すんだな。そうそう、ただ繰り返せばいい。レッド赤からある程度濃いめに残して、その後おでこの左側にライニングブラシでパッシャッと飛ばすだけじゃん。口のアウトラインの内側をレード赤カラーで塗ろうぜ。口は裂けてるので、それを再現するように両側に線をいくつか描こう。おはようございます。上唇の真ん中から横に向かってブラウンシャドウでセッディングを入れてくれ。続けてブラックシャドウにチェンジして、そしてシェーディングのステップを繰り返すことで深さを渡ることができるのさ。では口のエリアのシェーディングを始まりましょう。まずはブラウンシャドウから。んで、物足りない部分があればブラックシャドウを突っ込むだけっす。これガチな話なんだけど、全部シェーディングするまでさ、いやー意外とかかりましたね。 Oops, I almost forgot it. Add some color onto bottom lips. すりり感を出すようにハイライトしてなんていうかさ、私だけかもしれないんですけど、意外とさ、なんか好きなんだよな、ハイライト。やってますよやってますよみたいなね、こういう気持ちがすごいんすよ。よくわからないけど、まあなんていうか、あ、すいません、やめました。一旦ブラウンシャドウに戻って、続けて眉骨に沿って上の方へブレンディングを行うのです。シェーディングがアルファベートの C になるように、目の下の方まで伸ばそう。鼻の横とかさ、そこにもシェーディング入れてくんないかな。鼻先も高く見せないといけないや。だからそこもやるんや。鼻の罠にも上に行くようにシャドウを入れていこう。まあこれくらいできれば問題なさそうですね。大量のレッドシャドウを使うんだ。そしてアイメイクの周りをぐちゃぐちゃにしてくれ。左側ド派手に決めちゃっても構わないよ。鼻の穴の下にも色をのせてください。あなたの IQ は非常に高い。もう言葉になりません。だからじっくりと見るといい。
アイメイクの下にこのようなランダムなラインを入れてもらって、シェーディングも忘れずに。このメイクはね、左右非対称だから、そこまで考えずにやちゃいな。目の下も暗くした僕ら。あと少しだ、我慢しな。おでこの横もこんな風にシェーディングでもしておこう。あいつ変えてきやがったようじゃ。簡単に言うと、ランダムなラインにランダムなラインをランダムで書く。ウゾラーの卵の茶色い部分を想像してくれ。それを右側に追加してもらおう。グリーントゥース FX をアルコールで薄めて、その後ティッシュとか使って歯をきれいに拭き取ったら、色をオンするだけだ。次はブラックトゥース FX で歯をシャープな形に整えましょう。全部やったらこうなるよ。カラコン入れてウォーターラインをジェルライナーで引いて、そして着替えたら完成だ。ボディペイントの方は顔のファンデーションと同じパターンで。おい、まだ早いんだよ。仕上げは血の売りでおでこと口&服を汚す。よし、これで完成だ。まあ見ればわかると思うんですけど、髪の毛をちょっといじりましたわ。